月春節も終わってもう2週間ぐらい経ってますけど、まだ雪ですね。今日はちょっと空いた時間を利用してライデンの車事情を説明したいと思います。はい、まずは駐車場に並んでいる車からアウディの Q3 ですかね。で、これがリンカーン、はい、こちらもアウディですね。アウディの A4 かな。で、日産のギルフィー、で、フォードですね。これヒュンダイ、最近ヒュンダイ少ないですね。で、フォルクスワーゲン、これもリンカーンかな。BMW のこれ S3 ですね。はい、結構これはジャガーですね。ジャガー GM、ちょっとわからない。この日産ですね。フォルクスワーゲン、あ、ハバルっていう、これ中国メーカーですね。アウディ、ようやくこうトヨタっていう感じですね。フォルテとかもあるのはありますけど、だいたい空気のタイプですね。あ、これはホンダの新しい、はい、カデンシア、まあ、日本ではもう売ってないですね。ライデンは結構田舎なんで、まだ田舎ですし寒いんで、あんまり電気自動車は少ない感じですね。まあ、この後ろにある車が電気自動車なんですけど、ナンバーがグリーンですね。グリーンのナンバーがついているのが一応電気自動車という形に。やっぱり車種はセダンが一番多くて、で次にまあ SUV ですね。今だんだん SUV が増えてきたみたいです。まあありとあらゆる車がありますね。もちろんベンツもありますし、カムリもあるし、フォード、スズキ、珍しいですね、スズキ。これはちょっとローカルです。で、やっぱりアウディ。ベンツ。プジョーあります。またベンツ。で、フォルクスワーゲン、カムリ、当然テスラ、モデル Y ですね、もあります。トヨタラブ4、先代モデルですね、 GLK で、これが BYD ですね。で、レクサスと。
三菱のパジェロとかもまだありますね。鈴木もあるな。日産の、車も昔みたいになんか、すごい車っていうのはほとんどない感じになってますね。緑ナンバーのは EV もしくはハイブリッドとかですし、本当にボロボロで走らないような車はまず見ないような、結構ベンツとかも本当多いですね。しかも新しい車種が、大連でこれぐらいなんで、上海はですね、もっともっと最新の EV とか、もう EV だらけって言ってるんです。ここじゃないです。いや本当はこちらデザインの電気自動車めっちゃかっこいいですよ。Thank you.